はいどうも皆さんこんにちは。私の名前はね、おーちゃんと言います。これは私がカナヘビを飼ってる水槽なんですけどね、この水槽では高橋さんというカナヘビを飼ってるんですけど、もう本当に高橋さんが可愛くて可愛くて、私が一番大事にしてるペットなんですけれども、今日は高橋さんについてね、とんでもないショッキングな出来事が起こりました。もう本当にね、死にたいっていうのはちょっと言い過ぎなんですけれども、マジでショックですね。私昨日一昨日と出かけてまして、それで昨日帰ってきたんですけども、ちょっともう暗くなってね、この高橋部屋の電気消灯するような時間帯だったんで、もう何もちょっかいかけずにね寝たんですよ。で今朝起きてね、高橋さんの様子見たらですね、あの子が高橋さんですね。あ、目閉じてまちゅね、高橋ちゃん可愛いねちゅね。あの高橋さんがですね、とんでもない状態になってしまったんですよ。高橋さんがほら、高橋さんのチップがなくなってるんですよ。少なくとも一昨日の時点では高橋さんの尻尾ありました。まあありましたっつってもね、高橋さんこの子捕まえてきた子なんですけれども、捕まえた時は尻尾の半分ほどが欠けてしまってたんですけれども、それが徐々に再生してきてたんですね。再生してきてた矢先に高橋さんの尻尾が結構根元の方からなくなっちゃったんですよ。高橋ちゃん大丈夫でちゅか、ちっぽ何があったの高橋ちゃん。一昨日出かける前にお水変えたり餌あげたりでお世話したんですけれども、その時はねまだ尻尾ありました。それから私が帰ってくるまでの間にね、何かしらの要因によって高橋さんの尻尾がね切れてしまったということになりますね。ちなみに高橋さんに餌は十分与えておりましたので、高橋さんが自分の尻尾を食らってしまうということはおそらくないと思うんですけれどもね、他の生き物にかじられた線っていうのもねちょっと考えてみたんですけれども、今ねこの水槽にはカナヘビや高橋さんだけです。他のトカゲ類も特に入れていません。あと、まあ、コオロギはねちょっとちっちゃいんで高橋さんの尻尾をかじることはできないでしょ、餌のコオロギは。なので高橋さんの尻尾が何らかの他の生物によって食われたりかじられたり切られたりということはおそらくないと思うんですけれども、どういうわけか尻尾がなくなってしまってます。あと考えられるのが、まあ、高橋さんね、このモヤットボールとかこの人工水草の中にね結構入っていって、結構奥まったところにね潜り込んでいくんですね。それでその潜り込んで絡まった時にね、尻尾が引っかかって切れちまったのかなって思ったんですけれども、少なくともこっちの人工水草にはそれっぽいもの見当たりませんでしたね。こっちもね、このモヤットボールも見てみたんですけどね、そんなものはね特に見当たりませんでしたね。ちょっと分けてみたんですけど、最初かき分けて探したんで、ちょっとモヤットボールのカスがいっぱい落ちてますけど、これ紫外線ライトの直下にあるんで、紫外線でプラスチックが劣化してね結構崩壊してきてるんですよね。切れてしまった尻尾が残ってないのでね、正直原因もちょっと分かんないんですよ。前もね、先代の高橋さんでも同じようなことがありました。なんか訳も分からずね、尻尾が切れてしまったことがあったんですね。しかもその後尻尾が切れてしまった後もね、なんかさらに尻尾が短くなってしまったりとかしてね、なんかちょっと理由は分からなかったんですけども、2代目高橋さんも初代高橋さんの号を受け継いでしまったのか、尻尾がなくなってしまいました。高橋さんの尻尾が、まあまた生えてくるとは思うんですけどね。高橋さんね、まだ幼体で若いですから、再生してくるとは思うんですけども、心配ですよ。あちらが切れてしまった断面ですね。もうすでになんか再生が始まってきているような気がします。早いですね。そしてなんか尻尾の付け根の部分がなんか白っぽくなってますね。あれ多分尻尾の皮が剥けてきますね。おそらくは尻尾の部分から脱皮が始まるんだと思うんですけども、もしかしたらね、その脱皮で尻尾の殻を取ろうとしてね、なんか切れてしまったとか、そういう可能性もあるのかもしれないですね。でもそんなことってある？野生でそんなことで尻尾切れてしまったりとかってあるんでしょうか？まあね、トカゲ類の尻尾はデリケートなんでね、まあちょっとのことで切れてしまうことはあるんですけれども、自分でね皮脱ぐときに切れてしまうってのはあるんでしょうか。ちょ、考えられるのがね、脱皮するときにああいう突起物に引っ掛けて皮剥いていくんですよ。それでモヤットボールのもじゃもじゃの中に引っ掛かって尻尾が切れてしまったっていう説がねちょっと考えられますね。尻尾残ってない理由がねよくわかんないんですけど、自分で高橋さんが食べてしまったのか、
あるいは餌用のコオロギたちがかじってしまってボロボロになってね、その後ずっとほっといたら乾燥してカピカピになりますから、もう尻尾が尻尾とわからない状態になっているのかね、多分そんな感じな気がしますね。おそらく先代の高橋さんの尻尾が切れてしまった理由もね、そのあたりかなと思うんですけども、あの時も切れた尻尾見つからなかったんですよ。あーでもマジショック、高橋ちゃん尻尾切れて、ご主人ちゃんも悲しいでちゅー。高橋ちゃんのチッポがせっかく再生してきとったのに根元から切れちゃって、またね再生してきてるようなんで、あれなんかボコボコってなってるじゃないですか。あれ多分再生が始まってるんですよね、細胞が分裂して。なのでいずれねまた尻尾が伸びてくるとは思うんですけれども、一回尻尾が切れてしまうとその部分はね軟骨だけになってしまって、その硬い骨が、ね、作られなくなりますから、ちょっと不安がありますよね。しかも育ち盛りなのに尻尾の再生に栄養食われちゃいますから、成長もちょっと遅くなってしまうかもしれませんね。それがね残念で仕方ありません。尻尾が切れてしまった理由はよくわからないんですけども、ペットの身に起こることは全て飼い主の責任なんでね、これ私が悪いんですよ。ごめんね高橋ちゃん、ごめんね高橋ちゃん、ごめんね高橋ちゃん、もう私辛いです本当に、もう私本当悲しいです。高橋さんの尻尾切れちゃって、捕まえた時点で切れてるのは仕方ないんですよ。野外でね生きてたらそれは敵に襲われたりとか何らかの理由で尻尾切れちゃうこともありますからね。でも私が飼ってる間に尻尾切れてしまうのはね本当に辛いですね。まあでも嘆いてばっかりいても始まらねえよ。私がどんだけ嘆いたところで高橋さんの尻尾が回復するわけではありませんからね。高橋さんの尻尾を回復させるためにやるべきことはただ一つ、高橋さんに栄養を取らせるんですよ。とんでもない栄養を取らせるんですよ。高橋さんにこれ食わせますわ。これはレッドローチの S サイズですね。高橋さんの主食はこちらのレッドローチの S サイズかヨーロッパイエコオロギの S サイズ、これをね今ほぼ交互に与えております。今日はレッドローチを与える日ですね。このレッドローチの S サイズにカルシウムとビタミン足してやるよ。これマルチビタミンね、ビタミン剤、カルシウム剤ね。虫だけだとねどうしてもねリンが多くなってカルシウムが不足しがちになるのでね、栄養偏っちゃうんですよね。だからこういうねマルチビタミンとカルシウム剤を混ぜて、それをゴキブリにまぶして与えるんですね。カルシウム、カルシウム大事ですからね、育ち盛りですから。高橋さんは骨を作るためにもカルシウムを取らせないといけない。ここにねゴキちゃんを何匹か入れます。はい、こんだけ寄ったらいいだろう。今日のところは4匹でいいでしょう。で振ります。こうやって中でゴキブリと粉を一緒に振るとゴキブリに粉がかかりますよね。つまりカルシウムとマルチビタミンを備えたゴキブリが完成します。ほらこの通りですね、ゴキブリが真っ白になってますね。この状態のゴキちゃんを高橋ちゃんに与えます。ほら高橋ちゃん、ゴキちゃんでちゅよ、ゴキちゃんでちゅよ、ゴキちゃんでちゅよ、いらないんでちゅか高橋ちゃん、ゴキちゃんでちゅよ、ゴキちゃんでちゅよ、ないのかな。高橋ちゃん、ゴキちゃんでちゅよ、ゴキちゃん食べないんでちゅか。高橋ちゃん、ゴキちゃん食べてくだちゃいね。あんま食欲ない、大丈夫高橋ちゃん。なんか高橋さん全然食べないなって思ったらね、よく見たらお腹ポテポテでした。見てください、お腹パンパンですよ。よく見たらポテポテちゃんでちゅね高橋ちゃんは。あ、やっぱ尻尾の皮が尻尾の皮がほら剥けてきとる。やっぱ尻尾脱皮してたんですね。尻尾の皮剥けるのはいいんですけども、切り離さんでもよかやろが。高橋さん、高橋ちゃんどっちゃったんでちゅか。本当に早く尻尾生えてくるといいでちゅね高橋ちゃんね。え、可愛いですね。私が食べさせるまでもなく高橋さんね、いっぱい食べてますね。水槽の中にコオロギとかゴキブリ潜んでますから、それを時々探して見つけては食べてるんでしょうね。さすがでちゅね高橋ちゃん、偉いでちゅね、偉いでちゅね高橋ちゃん、またでちゅか高橋ちゃん、偉いでちゅね高橋ちゃんは。ああ可愛い、本当に可愛いわ。高橋さんの尻尾が切れてしまったのは悲しいんですけども、嘆いても高橋さんの尻尾が回復するわけではないのでね、高橋さんに栄養を取らせまくります。ボテボテにしますからね。